さに貞光の一生。1489年に越後守護大名、上杉氏の家臣、宇佐美房忠の子として生まれたとされる、貞光は生涯を通して不明点が多い、後に越後の覇者となる上杉謙信の軍師とされているが、資料からその経歴ははっきりしていない。エピソードの多くは、江戸時代初期に成立した軍旗者、北越軍団による影響であり、この著者は夜叉後、貞行と言われているが、他の資料との矛盾も多いという。貞光の名は北越軍団では貞行となっているが、経歴の矛盾があるため架空の人物とされることも多い。貞光誕生時、守護の越後上杉氏は名ばかりで、実権のほとんどは越後守護大、長尾義景、上杉謙信の祖父が握っていた。その後代替わりをして長尾為景、上杉謙信の父が実権を完全掌握。守護、上杉貞真を傀儡として擁立したが、後に為景と貞真は敵対する。父、房忠は貞真に味方するが、貞光26歳の時に岩手城で戦死してしまった。48歳の時には上城貞則、貞真の弟側について、為景と衝突する。三部市原の戦い、敗北してしまったが、為景を隠居させることに成功した。一説には貞光が為景を討ち取る寸前まで追い詰めたとも言われている。60歳の時に長尾景虎、上杉謙信が長尾家を継いだことで景虎に仕え、景虎と敵対していた上田長尾家、長尾正景とたびたび衝突するが、3年後に正景が景虎に降伏したことで終結する。貞光の明確な経歴はここで途絶えている。北越軍団、貞行では、76歳の時に正景を船遊びに誘って共に溺死したとされる。その際に景虎から正景殺害の命を受けたとも言われる。その他、北越軍団、貞行の活躍では、琵琶島城主となっていたり、景虎が長尾家当主になるための助言をしていたり、66歳の時の回、武田氏との激突戦である、第二次川中島の戦いでは景虎の窮地を救うなどしたりした。夜叉後とされる貞行は紀州藩に仕えて、北越軍団を作成、軍学者の地位を確立し、貞行を越後遊軍学の祖とした。最後までご視聴ありがとうございました。よかったらコメント、高評価、チャンネル登録をお願いします。それではまた次回。